昨日ヤフーニュースにね、ネット上に童話地域撮影の動画ブラック解放同盟削除求め提訴準備毎日新聞っていうね記事が上がってましたね。皆さんね見た人多いと思います。僕も見ました。まあ内容について読んでみると、まあ要はねこのチャンネルだったり自転車だったりあと人権 TV のことですよ。あれを今度はまた裁判で潰そうっていう風にね解放同盟が企んでるっていうことだけど、もちろんね応じるつもりないですよ。応じるわけないじゃないですか、そんなもん。そう多分まあこれ載せたのはもし消さなければ提訴するぞって脅しなんだけども、じゃあ提訴しろよっていう話です。うちとしてはそういうスタンスなんで。ただまあこれ内容を読み解いていくんだけども、まあヤフコメ見ればわかるけど、ヤフコメってね結構高齢者が多いと思うんだけども、まあほとんどはコメントは私に好意的です。やっぱりあの動画見たんだけど別にそんなね差別煽るような内容じゃなかったとかね。まあ実際もうこのチャンネルで消されたけどもコメント見ればわかるけども、別に差別煽るどころかね、動画見たらなんか余計そのね部落に対する理解が深まったとかですね、偏見がなくなったっていうコメントが多かったんで、まあ正直ね解放同盟なんかの活動を見るよりこのチャンネル見てる方がねよっぽど啓発されてると思うんですよね。でまあそれはそれとして、まあじゃあこういう脅しみたいな記事が出る背景なんだけどね、まあ裁判の判決、まあ一審二審まで出て、まあ今これから最高裁なんだけども、まあ裁判官がどう考えてるのかですね。まあどう考えても判決って普遍性ないんですよ。だって童話地区の場所公開するのは違法って知れって言ってるけども、ここ何年かね、もう図書館のデジタル化が進んで、国立国会図書館なんかでね、部落の地名と、あと童話、部落、解放、融和とかで、水平とかで検索したら、もう高確率で部落がどうか判定できてしまうような状態になってるんですよ。で出てくるのはもう政府官邸の資料だったり解放同盟や昔の水平社融和事業なんかの資料です。でまあそうでなくてもね、もう前々から解放同盟が部落の一覧書いたような本ね出して、で林保館なんかに置いてるっていうことは僕裁判でも散々言ってきたんですよ。でそういうものとの整合性っていうのも結局 お茶を濁してるんですよ裁判所は。でましてやメディアなんかは全くそのあたりに触れないんですよね。大阪のブラックマップとかあんなもん堂々と解放同盟のね外郭団体というか、まあ実質的に解放同盟がそういうの出して、図書館なんかにも置いてね、普通に見てコピーできるような状態だったのに、そういうことについても、まあ一切言わないわけです。で、それで、じゃあこのブラック探訪動画について、じゃあ多分ね、最初に仮処分かけてくると思うんですよね。だって仮処分かけずに、まあ僕の口を塞がない状態で裁判を起こしたら宣伝になっちゃうもんね。じゃあまずその仮処分が通るかどうかっていうことが一つ問題としてあるんだけども、じゃあその仮処分の範囲をどうするかっていうことですよ。じゃあ童話地区撮影するなっていう話になるのか、あるいはまあ童話地区はどうかともかく各区としてその部落だっていうことを明言するなっていうのか、あるいはまあ地名を言うなとかね。うんで、ね、YouTube なんかでも動画上がってるけど、歩行型ドローンとか、まあそういう、部落の場所の、部落撮影してる動画なんて他にもあるじゃないですか。歩行ドローンはまあ部落だってことは明示してないけども、まあチャンネルによってはね、もろに部落だって言ってるのもあるし、あるいは部落だって言ってるんだけども、地名はちょっとあまり言わないみたいな、そういう感じの動画もあるんだけども、じゃあどこで線引きするんだっていうところですよね。まあでもこのチャンネルに載せたらもう暗黙のうちにここは部落だっていうことになるのかもしれないけども、でもそこでね、じゃあ仮処分かける場合に、じゃあね、それこそもう僕宮部達彦は一切もうね、どっか旅行した時に動画撮ってそれネットに載せちゃダメだとかね、そのぐらいのことをやんないと結局いくらでもその抜け道ができるというか、裁判所あれこれあれこれ、じゃあこうこうこうだからって言って理由述べてね、こういうものは載せるなっていうふうにまあ言った場合に、その全国部落調査はね、まああれ限りのものだったけども、今回はもうこれ限りで終わらないんですよね。じゃあ裁判所がそう言うんなら、じゃあその要件に合致するような、その違法にならないような動画を作りますということでまた載せりゃいいんだから、いくらでもいたちごっこになるわけです。じゃあもう宮部達彦はもう一切動画撮るな、写真も撮るな、そういうのネットに載せるなって言ったらもう完全に人権侵害ですよ。もうそこまでやられたら僕本当どっか亡命しないといけないかもしれない。
ねえ、あの、そのなんか日本国内でこう表現の自由を完全に奪われた男になっちゃうんで、だからそこまで裁判所がするのかな。まあ、裁判官としてどうなんでしょうかね。この全国部落調査の件、今回限りって思ってたじゃないですか、ひょっとして。でも、縄でないでしょ、解放同盟なんだから。今回も判決をね、みんなに知らしめるって言ってるから、その判決の内容を知らしめるって言ったから、それは当然、僕はね、裁判の中で言ったけども、結局、ブラック問題に関する議論だとか情報っていうのを解放同盟が支配することになるっていうふうに、まあ、僕は大げさに言ってるっていうふうに、裁判所は思ってた。たのかもしれないけども、でも実際そうなりますから、そういう団体なんで、あそこはね。だから、まあ、第2ラウンド、第3ラウンド、まだまだ続きますっていうことですよ。今回限りじゃ終わらないっていうことです。裁判官どう考えてるのか知らないけど。なので、まあ、訴えるんだったら訴えてください。またやりますんで。このチャンネルの、視聴者も多分それを期待してるだろうから、まあ、当然、本センターは不屈不滅なので、ちゃんと部落のね、正しい実態というのをね、将来残すっていう方向でいきますので、別に僕差別煽ってるとかそういうつもりないからね、むしろヤフコメにもあるけども、やっぱ解放同盟の活動っていうのが一番ね、悪い影響を与えてるんだっていう、まあ、皆さん思ってると思うんで、まあ、いずれかはね、まあ、僕は死んだ後になるかもしれないで、だけども、まあ、将来はね、そういうふうに評価されるっていうふうに僕は思ってますので、ということで皆さん、昨日のね、記事についてのコメントでした。